ライトトラップやっていきたいと思います。開始3分、開始3分。飛んできたよね。カブトムシ。ノース。皆さんこいつ気をつけてください。いやあ、ちょっと待って。めっちゃでかい。待って。マジ？どうも花子です。木本です。今日はねということでですね、やってまいりました。今回の企画なんですけども、ライトトラップやっていきたいと思います。そして僕の動画ライトトラップ見てくれてる人ならちょっと見覚えあるんじゃないかなって思うんですけど、はい、この長い橋、ここは激アツポイントですね。ここは本当にもう山奥にある橋で、下に川が流れててっていう、過去にここでもう1日で40何匹とかも取ってるんですよ。うん、激アツポイント、実績のあるポイントなんで、今日はここで狙うはやっぱりノコギリクワガタですよ。いや見たいね。本当にもう最近のライトトラップ3回4回ぐらいボツになってます。はい、そう甘くないんですよ、皆さんが思ってるほど。そうですね、どこでもこのあのライトやればクワガタ来るんじゃないのって思うかもしれないですけど、違うんですよ。でボツボツボツと続いてて、しかももうミヤマクワガタで言うと150から200匹ぐらい取ってるんですけど、はい、ノコギリはゼロ、狙うはノコギリ。そして時期的に全然もうカブトムシ出てきてるんで、はい、カブトムシもオスはまだライトトラップで取ったことないじゃん。うん、その2つ狙いつつやっていきたいと思います。それでは早速、もう真っ暗なんで早くやりましょう。さあ行くぞ。いいっすか。はい、じゃあとりあえずもう時間ちょっと押してるんでつけましょう。ついた。今日のコンディション的に言うとちょっと風がある。うん、これは痛い。全体的に言うと75点といったところでしょうか。ちょっと待って、今なんか今開始3分飛んできたよね。でっけえの飛んできたって。オスか。うわ、オスだ。見て、待って、しかもカブトムシのオス。うわいい。あ、まあちょっとちっちゃいけど、うん、初めてのカブトムシのオスです。ライトトラップ史上初のね、やりました。今までオスが来た。メスは来たことあったけど、うん、オス。しかもまだ3分だぞ。早い、これ可能性あるな。しかもね、今日ガーやばい。うん、見てこれ、初めて。やすげー、この数期待大だよ。これ期待大ですね。ちょっとしばらくまた待っていきたいと思います。はい。おっと、今肌から呼び出しがあり、何かを見つけたようですよ。何来た？どこよ？お！これはメスですね。え、カブトの？うん。待って、今日カブトの日か。今日カブトの日か。もしかしたらカブトムシの日かもしれない。うん。もう完全に時期が変わってクワガタからカブトムシになったのかもね。でもこんだけオスとメスもう来てるってことは、うん、まだまだ来る可能性あるでしょ。ある。お？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 クワガタのメスだ。クワガタ。来てるね。ミヤマのメス。よしお、お前これお前のやつじゃねえの。あ、くせえやつだこれ。気をつけろ。皆さんこいつ気をつけてください。俺前こいつクワガタかと思って手で掴んだら、なまらくせえの。なんかお前毎回あいつに遭遇するんだよな。 そして、いやー、ガーの量やべえな。えぐいぞ今日。今までにないぐらいのガの量だぞこれ多分。やべえこれ。もしかしたらなんかいない？あ、いる。何来てる？あ、カブトムシだ。マジ？カブトムシだ。いや、カブトムシだ。見ろ。メスだ。いいサイズ。あ、危ない。いいサイズのメス。今日カブトムシの日だ。カブトムシの日だ。今日はカブトムシ。急げ。なんだ次は。見ろ。おー、カブトムシだ。やめろって、お前そいつ臭いやつだって。違う、こっちだって。こっちだね。お、見て、ゴア捕まえてる。ほんとだ。そしてマジでオス来ました。真っ赤。おー、真っ赤のオス。真っ赤。あ、まだお前抜いてる。やばい、危ない。気をつけろ、ほんと危ない。こいつ見て、ここにも。これはクワガタメスだ。カブトムシだ。これ。そいつ臭いやつミニ。臭いやつにミニだこいつ。出したのよ。ズボン穴開いてが入ってくる。緊急事態です皆さん。こんなガの量の中で何脱ぎ出したかと思ったら、お前見してみろ。ほら。
やいやあ、吹き付けだめよこれ。守られるものも守られねえってことだな。そっから入ってきたのか。入ってきた。まあ、いいな、もうね。取ってくれ。いや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 。不死身になったのかい。いくらガンスクとおらんもんと思いますね。ほら。ここなんて見てみ。もう足に強いから。強いな、お前。俺もアドレナリンで仕方ない。どうしたの。だから今から行ってくる。もう吹っ切れたんだめや。いや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 何も怖くない。いやいやいや、あんだけが嫌いだった俺が今こうだぞ。いやーちょっと誰だダメだ、お前も逃げ、お前にもやらせるこれ。ダメだ、やばいって。お前もやってみよう。お前が破いたんだべや、自分で。来たぜ。またいや、このガの量やべえ。そしてやべえな、見ろ。お、まあ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 、可愛いサイズのオスだね。オス、またオス。あ、オス多くなってきた。うん、いいな、黒くてかっこいい。これもまたさっき赤かったけど、次黒いな。じゃあちょっとあっちも見に行こうか。うん、うわ、ガ、お、見た、お、見た、お、お、でかくねえか、でかくねえか、これは、でかくねえ、でっけ、でっけ、めっちゃでけえ。うん、今日一、今日一、今日一の兜。マジででかい、マジででかい、これ、うん、うわ、でっけえ、いいのこれ。ああ、赤いし、ちょっと穴開いてるな。ああ、なしたんだべ、戦ってきてんだべな。歴戦の王だこいつ。こいつ強いやつだわ。生き残ってるってことだべ。そして、うん、うわ、でっか、さっきのと合わせてこれダブル。いや、でけえ、でけえべ、マジででかい。赤と黒、うん、かっこいいな、なんか兄弟みたいな。最高。待て待て待て、戻ってきたら。また来てんじゃない、また来てんじゃない。まずこいつでっかい。あ、まあ普通か。あ、ほんとだ、またオス来てんだ。またオス来てて、うん、まあまあいいサイズよ。うん、で、お前すぐ後ろ。お、これメスかと思ったら超ちっちゃい。超ちっちゃいオスだ。ミニミニのオス。うん、かわいい。そしてそして、まだ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 なんかいたよね。どこだ、どこだ。あ、ちっちゃい、お、ちっちゃいメス。ほんとだ、やっぱカブトだ今日。やべえ、3匹来てる。カブトの日だ今日。来た、来た。うわー、オスだ、オスオスオス。マジマジだ、来ました。オス多くなってきたぞ。いやー、かー、邪魔くせ。カブトムシのオス。カブトムシだ、カブトムシだ。なんかすごいカミキリムシいた。見てこれ、青い、青いカミキリムシ発見です。背中は白黒の点々。来てた来てた来てた、見て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 、メスだ。お、え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 、待って、マジ、え、マジ、え、何、ミヤマクワガタ。ミヤマか、ノコギリかと思った。今日初めてのミヤマクワガタのオス飛んできました。ほら、まだ羽出てる。クソデカ来てたぞ。マジ、見ろ見ろ見ろ、クソデカ。うおー、でっけ。さっきのとどっちでかいかっていう。さっきのじゃねえの。いや違う。あ、違うか。ほら、歴戦の証ないでしょ。あ、ほんとだ、どこも傷ない。また綺麗な兜、めっちゃでかくねこれ。うん、そしてここ見て、あ、飛ぼうとしてる、危ね。お、ミヤマのオス、ちょっと小さめだけど。ほんとだ、来てたぜ。やっと来たね。でも今ちょっと全然来てなくて、うん、で今やっと飛んできたっていう感じです。でもう結構ね、激アツの時間も終わっちゃってるんで、はい、一旦ちょっと橋見回って、うん、いなかったら今日はこの辺で終了したいと思います。はい、来てる来てる来てる、あ、来てる、メスだ、クワガタのメス。うん、最後の最後で来たよ。やべえやべえって、マジでこれうはい、ということでですね、今日もライトトラップやってみた結果いきたいと思います。はい、まずこっちのクワガタからじゃんと。そうそうそう、クワガタでもちょっと今日少ない方なのかな。あー、少ないね。うん、メスが3匹、オスが2匹、まあ、こっちはまあ普通サイズ、はい、こっちちょっと小さめ。うわ、すげえ。あー、カブトやっぱ今日多いわ。多いね、ほら。うおー、すげえ来てんな。
オスが 1,2,3,4,5,6,7,8匹、 おー、オス8匹のメスが 1,2,3,4,4匹、すげえ。でも12匹でクワガタ5匹と合わせて全部で17匹。ああ、いいんじゃないですか。しかもカブトムシ多いから全然いいと思う。カブトムシのオスは初めてだったから、うん、この2匹見て、うらっ、こいつら強えやつだ。やべって、カブト界の王と王だな。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの。